イエス。ナイキャン。皆さん今週もお仕事お疲れ様でした。ということで、皆さんこんにちは、亀ちゃんです。夏も終わってこれから秋と、本格的な行楽シーズン、アウトドアシーズンの到来を迎えようとしていますが、今回の動画ではアウトドアと刃物について、下手すると銃刀違反また軽犯罪法違反のお世話になってしまうよということを、前回たくさんの反響をいただいたマジで捕まるよ意外と知らないキャンプ用ナイフ&斧の落とし穴の動画の内容のおさらいと、最新の検挙事例アップグレード情報を加えて再度注意喚起していこうと思います。まず最初にちょっと共有しておきたいニュースを見かけたので、紹介しておきます。で、これこの動画の編集日に引きこもりキャンパー冬彦さんの動画を見つけてですね、同じニュースの内容を紹介してたんで、ね、焦ったんですけれども、周知することの方が大切だなと思ってアップしています。冬彦さんの動画も概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。で、早速ニュースなんですけれども、これは2022年8月17日、つい先日の読売新聞なんですけれども、昨年2021年中に東京都内で銃刀法違反容疑で摘発されたのは1041人いたそうです。で、これ1日3人ぐらいのペースで摘発されてるってことで、なかなか物騒だなと思うわけですけれども、実はこれキャンパー釣り人と密接に関わっている話で、摘発されたうちの約8割で863人がキャンプや釣りで使った刃物を車内とかですね、バッグの中に入れっぱなし、置きっぱなしのままで摘発されていると報じています。これなかなかびっくりしませんかね。これ都内で銃刀法違反で摘発された8割はキャンパーと釣り人っていうことです。もちろんね、これ所持理由はもしかしたら単なる言い訳かもしれないですよ。彼らが本当にキャンパーなのか、もしくは釣り人なのかはわからないですけれども、8割という数字は知らなかったで済ますには大きすぎるんじゃないかなと思います。もう8割ですからね、ほとんどそうだったということです。そしてさらにニュースには、こういった刃物は職務質問での所持品検査や交通違反の際の警官とのやり取りで見つかる場合が多いと、またほとんどの所持者はナイフを放置することが銃刀法違反に当たることも知らないケースが多いと締めくくられています。なのでキャンプブームが終焉したのか、まだまだ続くのか分かりませんけれども、ブームの過熱だけが先走ってしまってですね、こういう刃物の取り扱いとか知識についてはまだまだ追いついていないのが現実なのかなと思った次第です。ということで、ショッキングなニュースだったわけなんですけれども、じゃあ刃物で捕まらないためにはどうすればいいのかということなんですけれども、これはもうね、刃物はキャンプ当日以外は家に保管しましょうと、これに尽きると思います。具体的には、刃物はキャンプに行く日に準備する、車に乗せるということですね。2つ目は帰ってきたら最優先で片付ける。そして3つ目、刃物は家で保管をするっていうのが当たり前だと肝に銘じておくことだと思います。前回の刃物の動画でもたくさんのコメントをいただいたんですけれども、キャンプや釣りみたいなアウトドアを趣味にしていると、どうしても刃物は凶器になり得るという一般人の感覚からずれてきてしまって、これぐらい小さい刃物ならいいかなとか、いつも使ってるしなみたいな感じで、なんか変に慣れてしまうんですよね。それで車内に置きっぱなしにしてしまったり、カバンの中に入れっぱなしになってしまうのではないかなと思います。ただこれ僕も結構やりがちなんですよね。車に積みっぱなしにしたいのもすごいわかりますね。もうどうせ毎週キャンプ行ってるしみたいな感じで、ついつい置きっぱなしに、なっちゃう。けれども、そういった間にスーパーに買い出しに行ったり、量販店に買い物に行った時に駐車場で、職質されてしまうパターンが多いそうです。そういう職質を受けてる時はですね、どうしてこれぐらいで捕まるんだよと思ってしまうかもしれませんけれども、仮にですね、もう自分がアウトドアみたいなね、キャンプ釣りを全くしないとしましょう。僕たちはキャンプでね、刃物の扱いに慣れきってしまっているので難しいかもしれませんけれども、仮にキャンプや釣りを全くしないとして、たまたま乗り合わせた車とかですね、友人の車、タクシー、何でもいいんですけれども、不意にナイフや斧が積んであったらどう思いますか？僕の場合、こいつちょっとやべえやつなんじゃないかなと、もしかしたら思うような気がしています。そしてさらに気をつけなければいけないのは、これは、銃刀法違反だけではありません。銃刀法違反というのは、刃渡り6センチより長い刃物を正当な理由なく携帯することを禁止するという法律なんですけれども、刃渡りが6センチ以下であっても、同じように正当な理由なく隠し持っていると、今度は軽犯罪法に違反してしまう場合があります。例えばですけど、マルチツールみたいなやつですね、ビクトリノックスみたいなやつ。これもコメントでいただきましたけれども、よく釣りに行くからとか、血抜きを
魚の血抜き用に持っているんだけれどもと、そういう理由で常に車の中に入れておくと危ないですね。さらにはこれニュースのコメントで見かけたんですけれども、小さなハサミですね。そのコメントでは、よく服や靴を買うのでタグをすぐ切って、すぐに着たいと、すぐに履きたいから入れていたんだけれども、警察にはその理由じゃダメだということで没収されたみたいなことが書いてありました。まあ、あと刃物にはならないんですけれども、マイナスドライバーとかバールですね、これは住居侵入の指定侵入工具に指定されているもので、正当な理由なく所持していると軽犯罪法違反になってしまう場合があります。そしてもう一つ気になったニュースがあるので紹介しておきます。それはですね、公共交通機関への刃物の持ち込みです。徒歩キャンプとか登山、まあいろいろなケースが考えられると思うんですが、2022年8月26日のヤフーニュースです。これも本当つい最近ですね。このニュースっていうのが、電車内に刃物を持った人、緊急停止騒ぎ、寿司職人床に落としというニュースです。これは仕事の都合で包丁3本をカバンに入れて電車に乗っていた寿司職人さんが、何らかの拍子でカバンから包丁を落としてしまったそうです。そしてそれを見て驚いた乗客がパニックになって非常停止ボタンを押して、周辺の乗客が逃げ惑い、将棋倒しになるなど、一時電車内がパニック状態になったというニュースです。このニュースの結論を先に言ってしまうと、寿司職人さんは勤め先が変わって以前の店から包丁を持ち出していたということで、まあ正当な理由が認められて立件はされず、口頭注意で済んだそうです。まあただし電車止まっていますんで、実際40分ほど電車が遅れる大騒動になったわけですが、これはちょっとキャンパーにとって無縁ではない事件だなと思いました。まあ旗から見るとですね、まあコメントもついてましたけれども、カバンから刃物を落とすなんて間抜けだなとか、落とすやつが悪いよみたいなことをまあ書かれていたし、まあそう思うかもしれませんけれども、まあ、寿司職人さんも包丁を落とそうと思って落としているわけじゃないと思います。まあ何かの拍子でこうなっちゃったということなんですけれども、まあ今回は寿司職人さんでしたけれども、例えば徒歩キャンパーがリュックから上着か何かを取ろうと思ったら、バドリングナイフがポロッと落ちてしまって、他の乗客の目の前にたまたま落ちてしまったと、ありえなくはない話じゃないかなと思います。あと何といっても、周りから見ればやっぱり刃物イコール凶器と認識される可能性が高いんだぞと、そう教えてくれるニュースなのじゃないかなと思いました。まあ寿司職人さんの場合もですね、周りが板前さんだらけだったら、おおいい包丁持ってるなとか、それで済むかもしれないですよね。まあキャンパーなら、うわあのナイフ俺欲しいやつだとかね、まあそれで済むかもしれないんですけれども、やっぱりキャンプしない人、まあ、刃物に普段触れない人からすると、単なる凶器に思われても仕方がないのかなと思いました。そう思われる可能性があると理解しておいた方がいいでしょう。そしてこの寿司職人さんのニュースで、僕が思ったのは、自分の身を守るために、まあ、刃物を梱包しておくことの大切さじゃないかなと思います。結果的に今回の寿司職人さんは立件されずに済んだんですけれども、まあ、これは包丁がちゃんと鞘に収まっていたと、つまり梱包されていたことが一助になっているんじゃないかなと、まあ、これ個人的な意見なんですけれども思います。これまた他の動画でですね、公共交通機関に刃物を持ち込む時の注意点を解説していますけれども、梱包はキャンプ道具を大切に扱う目的の他にも、万が一の時ですね、こういう人前で落としてしまったとか職質されたっていうこともあると思うんですけれども、万が一の時に相手を誤解させないための工夫というか、まあ正当な理由にもつながることになると思うんですが、自分が立件されないためにも役に立つことなのかなと再認識しました。ちなみに刃物の梱包を簡単におさらいしておくと、国土交通省に役に立つガイドラインがあります。その名も、刃物をバスタクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン。ちなみにこれはバスタクシーだけでなく JR 各社も同じガイドラインに準拠しております。そのガイドラインでは、梱包とはイコール直ちに使用できない状態にしておくこととされています。1つ目、刃物にしっかりとシーツを装着する、まあ、包丁であれば鞘みたいなことですよね。でシーツがなければ段ボール等で刃先を包んでおきましょうと。2つ目、刃物全体を梱包や収納しておく、具体的には服のやケースに収納する、車ならば刃物単体で積載しない。3つ目、すぐ取り出せない場所にしまう、これは頑丈な箱やカバンに入れておきましょうということです。これ注意しないといけないのがバックパックですね。よくかっこいいからといって
バックパックの外にぶら下げる人がいますけれども、これはよくありません。公共の場所では外から見えないところに、ちゃんと収納しておきましょう。今回の寿司職人さんの件については、1番のシース鞘に入れるっていうのは良かったんだけれども、2番3番ですね、ハムの全体を包装収納しておくとかね、すぐに取り出せない、ポロッと落ちない場所に入れておくっていうのが、ちょっとおろそかだったのかなと思ってしまいました。厳重にやっておけば、落としても疑われない、もしくはそもそもカバンから落ちなかったのかなと思ったりもしています。ということで、今回はキャンプ釣りの刃物と銃刀法違反というテーマでお送りしてきました。ニュースでも紹介しましたが、都内の銃刀法違反の8割がキャンプ釣り後の置き忘れ放置であるということ、そして正当な理由で刃物を持ち込んだとしても、他人から見ると凶器に思われてしまう場合があると、そしてそれが電車を遅らせたり大事になる場合があるということですね。ニュースを引き合いにアップグレード情報を紹介してきました。やっぱり正直刃物の管理は面倒ですね。特にキャンプに毎週行く人にとってはかなり面倒だと思うんですけれども、やっぱりキャンプをしない、釣りをしない人の目線に合わせて面倒くさがらずに管理、保管、梱包するのが大事というか、それしかないのかなと思っています。今回の動画は以上になります。この動画が参考になったと思う方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。